よし、私の出番ね。よいしょっと。ちょっと邪魔よ。状況は良くないわね。よし、行くぞ。ゴムゴムのピストル。さて、どうしましょうか。ドスフルール。さあ、ガツンとかますわよ。サンダーボルト連発。まだだ。まだ、まだ。俺の方はいつでもいいぞ。行くぞ。竜巻。俺はまだまだ強くなれる。俺に任せろ。何何？悪かった。いじめられる？誰に？エイサーたちにって言ってるけど、わ、なんだこいつら。おい、金同じ仲間じゃねえのか。こいつらは違う。何が違う？同じだ。いじめてやる。いいぞ、相手になってやる。へそくり。存分にやらせてもらうわ。トレインタフルール。フリップ。刀がうずき。トラッ。やり。さてと。ゴムゴムのピストル。行くわよ。サイクロンピスト。ゴムゴムのバズーカ。聞かねえよ。俺の出番か。行くぞ。
鬼なかなか楽しめたんじゃねえのか。俺は強くならなくちゃいけねえ。イサコさん、ありがとう。助かったよ。だって自分でやり返してもよかったんじゃねえか。イサ、今度は頑張ってみる。イサコさん、え、何？お礼がしたい。どこか行きたい場所はあるかって。何？どうするの？イサコさん、俺たちは道に詳しい。あんたたちを迷わず目的地に連れて行ける。そいつは本気で助かるな。まったくだ。おめえのことだ、クソマリモ。そこまでにしとけ。で、どうすればいいんだ？こいつ。行きたい場所を言ってくれれば案内するって言ってるぞ。そうね。いっさ。いっさ。ありがとう。さすがに道に詳しいってだけあるわね。ああ、他の時も頼みたいくらいだぜ。え、本当にいいのか？何？どうかしたの？この看板があるところでよければ。呼んでくれればいつでも案内するって言ってるんだ。良いさは義理がたい。きっと役に立つだってよ。本当に？それじゃ機会があれば手伝ってもらおうかしら。いっさ、こいっさ。任せとけ。だってさ、無事取り戻せたみたいね。うん、もうバッチリよ。そう、よかったわね。はあ、リム、お前先に水飲んだだろ。飲んでないわ、ちょっとしか。はあ、別にいいじゃない。それより早くオアシスに入ってこの先。いや、お前の財布を取り戻しに行ったから後回しになったんじゃねえかよ。やっと水が飲める。水ルフィ、あれを見て。どっかから来たキャラバンみてえだな。それがどうかしたのか？あの荷馬車、アルバーナの町でよく見たものと同じ。おそらくアルバーナの商業組合の馬車ね。アルバーナ？じゃあ、あのリューサを渡ってきたっていうの？そうね。あるいは。それは大きな手がかりね。ねえ、あなたたち。はっ。あのリューサを越え、アルバーナに抜ける洞窟があるんだよ。それ、最高の情報だわ。でも、洞窟に行くつもりなら気をつけろよ。サンディ砂漠でも滅多にお目にかかれない。ご心配なく。うちには腕の立つ仲間がいるから。見ろ、キャンプにもってこいの場所があるぞ。よし、洞窟に行けばいいんだな。もう回復したの？すごい体力ね。みんな行くぞ。
涼しい。昼の砂漠に比べたらここは天国ね。あ、ここにもヨイサーの看板があるぞ。おい、面倒だから下に落ちんじゃねえぞ。よし。おっとっと。私の出番ね。またもうな。お前ら気抜くなよ。おいおい、こいつらどんだけいるんだよ。あれはワニじゃないわね。うん、どう見てもサソリだぞ。行くなら。いや、そっちは左な。こういうとこ進むと大体いいことあるんだよな。ほらな、俺の言った通りだ。私の出番ね。ある、パンダだわ。あの動物、パンダっていうのね。初めて見たわ。いや、待つんだリム。あれはパンダなんかじゃねえ。洞窟にまだらに差し込む日差しのせいで部分的に日焼けした白クマだ。私の出番ね。よし。私の出番ね。お、アザラシだ。ワニは？
今の力を試すにはうってつけだな。やる気みてえだな。頼んだぞゾロ。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流奥義三千世界。なんで私なのよ。サンダーボルト。みんな、あいつから目を離さないで。トレインタフルール。効かねえよ。こいつ、強えな。ゴムゴムのガトリング。まずいわね。こいつ強いわ。行くわよ。サイクロンテンポ。手強いわね。みんな気をつけて。トレインタフルール。大丈夫。みんなのことは私が守るわ。私も少しは強く。俺はクソジジ。俺がボール。サンダーボルト連発。これは気を抜けなそうな相手ね。トレインタフルール。意外がありそうだ。三刀流奥義三千世界。なんで私なのよ。
するぞ。一刀流、いよい、シッソンソン。させんじゃねえよ。よくも俺の子分をって。はい、おい、ルフィ、先に言っとくけど、ここは洞窟の中なんだからやりすぎるなよ。よし、あいつ思いっきりぶっ飛ばすか。話を聞け。ゴムゴムのOK だ。行くぞ。三刀流奥義、サミゼの世界。サンダーボルト。これは一筋縄ではいかなそうね。行くわよ。よし、行くか。使用の成果が出てきたね。あえ、ゴムゴムのバズーカー。大変だ、天井が割れた。感謝することはないわ。あなたは小さいから当たり前よ。なんだよ、俺は小さくなんかねえぞ。砂漠を抜ける手立てがなくなっちまったな。困ったわね。こうなる崩れてきたよ。早くここを出ましょう。知らないんだから。おう、悪い。本当に悪いと思ってる？よし。ふっ。ふっ。ふっ。ほいっと。あ、なんだここ。見て、向こう側に人がいるわ。私の出番ね。
ム。言っとくけど俺、大きくだってなれるんだからな。だから何？今のあなたは私より小さいわ。そうだけど。洞窟は通れなくなっちゃったし、どうしたものかしら。別の抜け道を探すか、リュウサを渡るしかないわね。もう一度、さっきの正体の人たちに聞いてみる？おい、橋のところに何かいるぞ。ありゃトカゲの口から出てきた。コガニ！いや、そんな名前だったのかよ。見たまんまだな。あいつなら、もしかして抜け道も知ってるんじゃないかな。